皆さんこんにちは、ボイデラ特派員の澤です。今日は大岩駅の社交口出口にやってきました。この近くにお蕎麦が食べられる居酒屋さんがあるそうなんです。なんでもそのお蕎麦屋さんではこだわりの食べ方があるそうなので、とっても楽しみです。それでは行ってきます。蕎麦居酒屋宮田さんに到着しました。それでは中に早速入っていきたいと思います。食べ物のおすすめはありますか？まあ、基本的に私巻きが一番出ますね。だし巻き、はい、それと鶏つくねは軟骨とか、はい、あと自分で作ってますから、はい、意外と美味しいですよね。炙り軟骨スモークっていうのが、はい、噛むと噛むほどこう味が出てくるんですよね。蕎麦味噌焼きっていうのがすごく気になるので、はい、それもお願いします。あ、味噌なんですけど、そこに出汁入れてよく練って固くなって、その後にあの蕎麦の実を焦がした蕎麦の実を混ぜて作るのですから、意外と美味しいですよね。ちょっとどんなものか想像がつかないんですけど、楽しみに待ってます。はい、お願いします。一杯目蕎麦茶割り飲んでみたいと思います。なんだろう、なんかちょっと何かの味に似てるな。なんだろう、見てください。炙り豚軟骨スモークが到着したので食べてみたいと思います。すごい美味しそう。豚の軟骨を食べるの意外と初めてなんです。記憶にはあんまりない。いただきます。うん、ほんとめっちゃコリコリしてる。うん、あのさっきこう注文した時にマスターが噛めば噛むほどこう味が染みて美味しいっていう風におっしゃってたんですけれども、本当にその通りで、噛めば噛むほどこう時間をかけてこうスモークって燻製かな。こう噛めば噛むほどこう時間をかけてこの味が染みているんだなっていうのを感じますね。すごい、これは、なんか手間暇をかけて作った味いう気がします。だし巻き卵来ました。やばい、すっごいもうふわふわ。早速食べたいと思います。あ、一個切り分けた瞬間のこの湯気がまた昔卵嫌いだったんですけど、なんかふわふわのだし巻き卵を食べるようになってから好きになりました。いただきます。いや、熱いかな。ちょっと熱すぎました自分が猫舌のこと忘れてた。うん、ふわふわの口に入れた瞬間に
広がりました、だし巻き卵が。結構飲みやすい。先ほどお蕎麦屋さんには辛口の日本酒が多いっていうふうに聞いていたので、結構ツーンとくる感じは想像していたんですけれども、結構口当たりもまろやかですごい飲みやすいです。見てください、焼き鳥のつくねが来ました。こんなに大きいつくね見たことないんですけど、見てほらすごい、塗り壁みたいな。普通なんかつくねって聞くとこうね丸いのイメージしますけど、あー美味しそう、絶対美味しい。お肉自体がすごい柔らかいのと、ソースの味がちょっと濃いめについてて、それをこう卵をつけて食べるといい感じに調和して美味しい。これさらに日本酒が進んでしまいそう。そば味噌焼きが到着しました。イメージしていたものとちょっと違う、真っ黒、すごい、しかも見てほら障子に張り付いてすごい、どんな感じなんだろう、ね、味も想像できないんですけど、食べてみよう。蒸し焼きって聞いていたので、すごい味噌の味が強いのかなって思ってたんですけど、そんなに強くない。これなんか昆布みたいなの入ってるのかな、玉ねぎか、そのおかげか、ちょっと味噌の強さっていうのが柔らかくなって、これは本当に白米かせいろそばが到着しました。食べ方があるそうなんですけれども、こちら教えていただけますか。はい、まず器を持って、はい、何もかつけたのにそのまんま食べてるんですよ。そのまんま、はい、はい、いただきます。味が出ないんです。美味しい、なんかそば本来の味っていうのが出てきますね。美味しい。次は、はい、お塩で食べていただくんですけど、はい、こちらにおそばの、そばお塩、はい、初めてかもしれないです。でちょっとほんのちょっと、はい、そのぐらい。一応岩塩で、はい、岩塩なんで。また違います。違いますね。ちょっと締まった感じが、はい、
まあ、おにぎりと同じで塩むすびがこれ美味しいのと同じなの、ご飯が美味しければそういう感じです。あ、なるほど、はい、ちょっと塩っていうのは新しい料理かもしれないですけど、美味しいすびが。次はですね、はい、あのネギを上に乗っけて、はい、そうですね、はい、そのまんまそばもすくっちゃって、はい、大体半分ぐらいは入れちゃってください。半分ぐらい、はい、はい、落とさないように。あ、そうですね、そば本来の味がなくなっちゃうので全部つけちゃうと、うん、一味唐辛子ですけど、こうそれだけをすくってください。で、また半分ぐらいつくって今まで結構そばを食べるとき結構全部めんつゆに入れてたんですけど、そばの味がなくなりますから、今そばの味感じながら、めんつゆとの味の感じも感じて、ね、すごい美味しい。でも半分ぐらいです。全然違うでしょ、また、はい、え、すごい、わさびだとちょっと雑味が出ちゃうんで、意外とうちは出さないんです。あ、美味しい、このセール一つで4種類、はい、そうですね、すごい。マスターにおすすめしていただいた5品をいただいたんですけれども、どれも美味しくて食べている時間が本当に幸せでした。特にこのお店の名物であるお蕎麦なんですけれども、このお蕎麦一つでいろんな味が楽しめて、お蕎麦ってこういう楽しみ方があるんだなっていう発見もできました。で、1日限定25食とかでなくなり次第終了ということなので、ぜひ皆さんも行ってみてください。